即位礼正殿の儀の日はあいにくの雨模様、転じて今日は素晴らしいお天気に恵まれた皇居上空です。今天皇皇后両陛下の姿が見えました。塩ビ服姿の天皇陛下、白のロングドレス、そしてティアラを身につけられた皇后陛下。パレードに先立ち、宮内庁楽部による国歌君が代の演奏です。両陛下の前にオープンカーが到着しました。特別あつらえのトヨタセンチュリーロイヤルです。両陛下の前に車が到着すると同時に、オートバイを中心とした車列の車からエンジン音が響き始めました。天皇陛下は運転席の後ろ、進行方向を向かって右側、皇后雅子さまはそのお隣に座ってらっしゃいます。ティアラが輝いています。天皇陛下の胸には大勲位菊花章頸飾、最高位の勲章を着用されています。今お二人、一言二言何か会話を交わしていらっしゃいます。全長350メートルを超えると言われている車列ですが、このあと先頭から徐々に動き出すものとみられます。宮殿前にはエンジンの音が響いています。そして今、宮内庁楽部による演奏を指揮者でもある北原幸雄さん作曲の奉祝行進曲、令和のメロディーが聞こえてきました。そして車列が徐々に動き始めました。そして天皇皇后両陛下がお乗りになったオープンカーも走り出しました。令和の即位パレード、祝賀御列の儀、今スタートしました。宮殿に面した東の庭と書いて東庭、ここを大きく弧を描くようにまずオープンカーは進みます。宮殿前には宮内庁職員ら600人ほどがパレードのお見送りに集まっています。オープンカーの速度は時速10キロほど。普段両陛下のおそばに勤めている人々の顔もあることでしょう。天皇皇后両陛下
にこやかに応えていらっしゃいます。天皇皇后両陛下、ご覧の表情でお手を振ってらっしゃいます。宮殿前の東庭から中門を通過していくところです。車列は正門鉄橋を渡ります。長い車列、オープンカーの周りは白バイやサイドカーが護衛をしますが、両陛下ご乗車のオープンカーは座席の部分が高くなっていて、この先多くの人々が待つ沿道からもお二人の姿はしっかりと見ることができるはずです。オープンカーの2台後ろには皇嗣秋篠宮さま、紀子さまご夫妻が乗られた車が続いています。皇居正門から正門石橋へ、陸上自衛隊中央音楽隊が奏でるのは新祝典行進曲。26年前両陛下ご成婚パレードのために段育馬さんが作曲したものです。さあ、ここからどれほどのお祝いの歓声が上がることでしょうか。パレードは皇居前広場へと差し掛かります。白バイやサイドカーを含めておよそ50台、その車列が皇居の象徴ともいえる正門石橋を渡っています。警視庁の白バイ、サイドカー、オープンカーに続いて菅官房長官、安倍総理大臣、宮内庁長官の車に続きまして、両陛下をお乗せしたオープンカーも石橋の上に姿を現しました。車列は石橋を渡り終えて右折、玉砂利を敷き詰めた皇居前広場に徐々にゆっくりと入ってきます。オープンカーの先頭には天皇旗がはためいています。両陛下のお姿を最初に見られるのがこの皇居前広場です。喜びを頬に浮かべた沿道の人たちは今か今かと眩しいような深い喜びに包まれています。旗を振る沿道の人たち、両陛下は台風による各地の被害に心を痛めていて、お立場に伴うパレードに粛々と臨まれるということです。その両陛下の表情は明るい期待に彩られ、喜びが静かに心地よく溢れています。手を振っていらっしゃいます。沿道から大きな拍手と歓声が上がっています。両陛下をお乗せしたオープンカーは二重橋前の交差点を右折、内堀通りへと入りました。秋晴れの抜けるような青空の下、天皇皇后両陛下がお乗りになった車は現在内堀通りに入り南へと進んでいます。車列は普段の左側通行とは逆の道路の右側車線をゆっくりと走っています。皇居外苑を通るこの道路ですが、車列と反対側の車道の半分が観覧ブースとして開放され、日の丸の小旗を手にした人で埋め尽くされています。沿道からは陛下の即位を祝福する歓呼の声が上がっています。今車列はお堀にかかる岩井田橋に差し掛かっています。ご両者の車体前方には天皇旗が風にはためいています。今沿道から祝福の声、そして拍手が沸き起こっています。天皇皇后両陛下ともに穏やかな表情でその声に応えられています。皇后雅子さまのティアラも日の光に一段と輝いています。今両陛下をお乗せした車は日比谷公園の角に位置する岩井田橋交差点に近づいてきました。周囲は地名の通りお祝いムードに包まれています。陛下はゆったりと、そして晴れやかな笑顔です。
皇后雅子さまも穏やかな笑みをたたえています。当たり変わらはより一層の拍手と歓声が上がっています。両陛下をお乗せした車はこの後皇居のお堀を右手に見ながら桜田門の方へと進んでいきます。国会議事堂越しに全長400メートルに及ぶパレードの車列の前景、そして沿道に多くの人が集まっている様子が確認できます。およそ50台もの車列の中心で多くの白バイやサイドカーの護衛を受けて走るのが天皇皇后両陛下のお乗りになったオープンカーです。まさに圧巻の光景です。大歓声の中、両陛下の乗られた車は内堀通りに別れを告げ、国会議事堂の正面に向かう広い坂道をゆっくりと登っていきます。爽やかに吹き渡る秋風に乗ってお祝いのパレードは一糸乱れぬ隊列で今国会前の緩やかな上り坂に入ってまいりました。これから国会議事堂正門前までのおよそ200メートルという距離をゆっくりと西の方角に隊列は進んでいきます。錦秋を迎えたイチョウ並木に差し込む西日、オープンカーを包み込みまして、そして天皇皇后両陛下をきらびやかに照らしています。立水の余地もない沿道には無数の日の丸の小旗が揺れています。パレードを奉祝する声援が鳴り止むことはありません。今国会前を右折していきました天皇皇后両陛下の車です。そして2台後ろには皇位継承順位1位の秋篠宮さまと紀子さまが乗られたお車が続いていきます。東京消防庁音楽隊の音色が秋空に響き渡る中で天
天皇皇后両陛下を乗せた2台後ろ、今紀子さまの姿が拝見できました。白のドレスをお召しになっていました。車列はこれから憲政記念館の前を曲がり、青山通り方面へと向かっていきます。パレードの車列が赤坂見附交差点の上を進んでいきます。
ここは陸橋のためパレードのコースの中で唯一沿道に人がいない部分となります。そして間もなく両陛下の乗られたオープンカーが陸橋の上に差し掛かるところです。こちらは沿道には人がいないということもあり、こちらは両陛下お二人だけのお時間ということになります。ただ周りのビルからですねカーテンを開けて窓越しからこの両陛下の姿を見ようという方の姿も多く見られます。そして今陸橋の上に両陛下の乗られたオープンカーが差し掛かりました。お二人ですけれども、何かですねこう言葉を交わされているそういった様子も見られます。今雅子さまがですね手を振られているそういった姿も見られます。首都高速がここでなくなり、両陛下の前には大勢の人々が沿道を埋め尽くした青山通りの光景が広がっています。ほぼ一直線パレード大きく開けた青山通りを舞台にクライマックスに差し掛かります。天皇皇后両陛下をお乗せしたオープンカーが赤坂見附の陸橋を渡り切ります。青山通り、ここからは片側4車線合計8車線、通りの幅が非常に広くなります。お二人を乗せたオープンカー対向車線の側を渋谷方面に向かって走っています。また沿道からのひときわ大きな歓声が天皇皇后両陛下に注がれるようになりました。車列の進行方向右側、天皇陛下の側、プラタナスの街路樹の間から多くの人が両陛下を祝福しています。また皇后雅子さまの側、中央分離帯を挟んで南側の車線の半分程度を大勢の人々が埋め尽くしています。そして無数の日の丸の小旗が見えています。この旗は即位を祝うために各界が組織した公祝委員などが協力しておよそ15万本を用意し配布をしたということです。両陛下一人一人に応えるように小さく何度もうなずき手を振り続けていらっしゃいます。この青山通り、長い緩い上り坂になっています。車列は今豊川稲荷の前のあたりを通過しています。今日はパレードということもありまして一日閉門となっています。ゆっくりゆっくりと今お二人を乗せたオープンカーがこの青山通り走っています。この時間少し日が傾いてきました。太陽はお二人の頭上というよりも青山通りの緩い上り坂を進む車のほぼ正面からお二人のお姿を照らしています。お二人のお顔がこの西日に映え一層輝いて見えています。また一層沿道からの歓声が大きくなりました。両陛下絶えず手を振り続けています。そして間もなく赤坂警察のある交差点に車が差し掛かります。沿道のこの辺り、皇后雅子さまを追いかけて26年、これが最後という覚悟で沿道に繰り出した白滝文子さんもいますが、今両陛下の車列、特に皇后雅子さまに必死にカメラを向けていると見られます。今車列はやや右にカーブを切っていきます。そして車列の進行方向右側、石垣が見えてきています。天皇皇后両陛下のお住まい、さらに皇族方の多くのお住まいがある赤坂御用地の石垣です。ここからパレードの最後の方までこの石垣を右手に見て車は進みます。そして右折を繰り返す格好でこの赤坂御用地を半周するルートになっています。この緩いカーブも大きな声が上がっています。
そして天皇陛下も今雅子さまのいる側、車の右左側の方に向かって手を振られています。一段と歓声が大きくなりました。そして両陛下の乗られた車、赤坂御用地南門の前に差し掛かります。これから青山通りのルート後半に入っていきます。青山1丁目の交差点は車列が赤坂御用地に沿ってゆっくりと右に曲がる観覧には絶好のポイントで、今日も朝早くから交差点の四方に多くの人が詰めかけています。実はその沿道には入れなかった人も近くの歩道に溢れていまして、身を乗り出すようにしてこのパレードに見入っています。沿道の方々にお話を伺うと、手作りの日の丸を持ってきた来年小学生になるお子さんがいたり、また明日は大学のテストだけど一生に一度のことだからとテスト勉強をしながらパレードを待っていた女子大生もいました。この辺りは29年前のパレードでは沿道で爆竹が鳴らされやや緊張が走った場所なのですが、今日も警察は万全の態勢で目を光らせています。そうした中、天皇旗がはためく両陛下がお乗りになったオープンカーがゆっくりとこの青山1丁目の交差点に差し掛かっています。沿道の歓声ひときわ大きくなりました。この歓声は両陛下のお耳にも届いていることでしょう。現在演奏は川崎市消防音楽隊の皆さんです。今両陛下のお車が青山1丁目の交差点を右に曲がりました。いよいよ外苑東通りに入り、パレードは最終盤に差し掛かっていきます。
昼間は強すぎると感じた日差しが西からの暖かなものに変わり、黄色に色づき始めた木々を優しく照らしています。天皇皇后両陛下が乗られた車がゆっくりとこちら権田原の交差点に向かってきます。キラキラときらめく木漏れ日の間を両陛下非常ににこやかな笑みをたたえて進まれています。こちらの権田原の交差点は天皇皇后両陛下を沿道から人々がお祝いできる最後の地点ということもありまして、歩道と車道にも作られたスペース、立水の余地もありません。幾重にも人垣ができまして、沿道では日の丸の小旗が振られる姿が見受けられます。天皇皇后両陛下非常に晴れやかな表情です。交差点のちょうどカーブの内側からは航空自衛隊航空中央音楽隊の奏でる新祝典行進曲が鳴り響いています。権田原の交差点、西日を受けています。両陛下の笑顔が一段と輝いてお見受けします。隊列を保ったまま車列が右へとカーブしていきます。両陛下はここから300メートル先にあるパレードのゴール地点、赤坂御所へ入る正門へと向かわれます。両陛下の車は赤坂御所正門へと進みます。ここから沿道の雰囲気が変わります。一般の人の立ち入りは制限され、両陛下と大変ゆかりのあるボーイスカウト、ガールスカウトの小学生およそ700人が出迎えます。皆さん小旗を振っています。そして300人以上の自衛官、防衛大学校生が隊列を組んでいます。自衛官は銃を胸に構え、着剣捧げつつをしています。これは最高の敬意を表す敬礼だそうです。沿道の両側、色づくプラタナスが光を受けて輝きます。その中を進まれる両陛下のお顔も一層輝きを増して見えます。海上自衛隊の奏でる行進曲がパレードを盛り立てています。両陛下の表情、木漏れ日が差し込む中、大変暖かく、そして晴れやかでいらっしゃいます。即位の際には、世界の平和と国民の幸せを願う気持ちをご自身の言葉で述べられました。そして今日は沿道の人々から直接たくさんの祝福を受けられました。今、こちら正門へと入っていきます。大変晴れやかな表情でいらっしゃいます。両陛下がお乗りになったオープンカーに続いて、まもなくこちらには秋篠宮ご夫妻が到着されます。今日は天候までが祝福するようなそんな即位のパレードになりました。